はじめまして、大好きな音楽へずっと考えてたこと、どうか聞いてほしくって、伝えたいことがちょっと照れくさいけれど、ずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて届いてくれます。どんな時もあなた、くるんだねえ笑ってたいよ。どんな時もっても辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れるだけで気づけば、この世界が色鮮やかになる、花が咲くように。笑って泣いてどんな時だって選んでいいんだ、いつでも自由に。今日はどんなあなたに、本当にありがとう。